木の国屋は東京都を拠点とする高級スーパーマーケットチェーンである。東日本旅客鉄道の完全子会社である株式会社機の国屋によって運営されている。はじめは1910年、生花店として創業した。1953年、東京、青山で対面販売ではなくセルフサービス方式による日本で、 初めての食料品スーパーマーケットを開業したことで知られる。チーズの空輸、ジュースの自動販売機の設置、高級アイスクリームの販売など、各時代で常に先駆け的な商品展開を行った。キノク国屋のオリジナル商品も積極的に展開している。2010年3月までは運営会社は1社ではなく、の3社であった。 2010年4月1日をもって、グループ3社が合併し、株式会社機の国屋となった上で、JR 東日本が全株式を取得して完全子会社となった。JR 東日本は、木の国屋アントレーというブランドで、自社グループの駅ビル、駅中店舗に、木の国屋店舗も拡大する計画である。なお、JR 東日本グループの駅ビルであっても、成城石やザガーデン、 自由が丘など、競合他社の高級スーパーマーケットが入店している場合もある。2020年3月、同年4月に、近畿地方に進出し、JR 京都伊勢丹に、首都圏以外では、初の出店となる、関西エリア1号店をオープンすると報じられた。今後3年間で、京阪新築で10店舗前後の展開を目指すとしている。なお、書籍販売、 出版業の木の国や書店とは歴史的にも資本的にも関係はない。詳細は公式サイト、木の国や店舗情報を参照。ありがとうございます。